ホームの新潟がアウェーのアイナックを迎えての一戦です。今日は試合前に300試合通算で達成した上尾延選手、150試合を達成した北川光選手、両選手への花束贈呈のセレモニーがありました。まずは新潟9分です。左サイド道上山谷が入ってきました。シュート性のあるボールにこのも詰めていました。まあ、いい形でボールを奪ってそこからのね、まあ、しっかりと厚みのある攻撃、見事だったなというふうに思いますね。はい、一方のアイナック、今日は左サイド水野よく攻撃参加しました。こぼれ玉坂口でした。いや、これもね、坂口選手の狙い通り、そのこぼれ玉に対してのその反応の速さ、素晴らしいプレーだったなと思いますね。はい、続いてもアイナック39分、一つのパスからでした。田中の抜け出しシュート、これはサイドネットでした。まあ、ここは一つね、一本のパスで背後を狙うというね、田中選手の良さが出た、そんなシーンだったと思います。はい、再三チャンスを作った田中です。エンド変わって後半です。48分、ここで奪いました。道上選手のいい反応から最後園田瑞希選手のシュートと、はい、ね、狙い通りの形でしたので、やはりね、こういったチャンスの時に決め切る力、やはりね、こういったところはぜひ取り組んでね、行ってもらいたいと思います。はい、可能性を感じる園田瑞希のシュートでした。しかし先制ゴールはアイナックでした。ここも左サイド水野、田中の落とし、最後は鳴宮でした。アイナックらしい得点ですね。そうですね、アンカーポジションから少し低めの位置からのスタートポジションだというような話の中から、まあ、しっかりとね、いいスペースを見つけて最後しっかりと振り抜いていった、本当にね、鳴宮選手らしいゴールだったかなと思います。決めるところでしっかり選手が決めます。アイナック、新潟も最後まで運動量を持ってなんとか得点を奪おうとしましたが、ホームの新潟、アイナック、鳴宮のゴールでアイナックの勝利となっています。